るか。あ、ん？あ、なんかめっちゃ歩いてる。マトン強くない？待って、マトンめっちゃ強くない？もう一枚。余ったとは。使うよ、俺。え、強。ぶっこんだ。こっち来てる。もう一人も飛ぶぞ、これ。飛んでる、二人。あともう一人じゃない？それ。あー、死んだぜ。はい、どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、シルスです。ということで、今回はシーズン5になってからのバトルオーの9月、プレイした時の試合をお送りします。で、今回使ったローダーと、こちらとなってます。オートマトンと、ブリクセンとなってます。で、今ね、なんでオートマトン使ってるかっていう話なんですけど、シーズン5の武器調整で、KG、今まで AR の中で一番使われてた KG が弱くなって、オートマトンをね、みんな結構使ってる感じで、自分もちょっとね、試した感じです。で、使った感想は結構やばかったです。火力もいいし、ブレも全然ないってことで、今までね、なんでこれ使われてなかったんだろうって思うぐらい結構良かったです。個人的に、グラウですね。こちら。グラウも結構良かったんですけど、シーズン5で使われる AR は、グラウとオートマトーンになるんじゃないかなっていう。まあ、KG もね、まだまだ使えるんですけど、この2つも結構使われるんじゃないかなって感じです。で、相方に持ってったのがブリクセン。ブリクセンはあんまり強化も弱体化も確か入ってなかった気がするんですけど、元々の性能がかなりいいってことで使ってます。で、今シーズン5で言うと新 SMG、 あとはやっぱりブリクセン、マルコ、アルマゲラ、そこら辺はあんまり変わらずって感じかな。そしてちょっとね、忘れてたんですけど、オートマトンのアタッチメントはこんな感じになってます。注目するべき部分はバイポッドかな。バイポッドは一応効果、その長所の部分だと、しゃがみ時だったり伏せてる時だったりっていう時に、武器の反動が低くなるよっていう、抑えられるよっていう感じなんですけど、これね、立ってる時も元々のオートマトンの性能なのか、あんまりブレないんで、これつけてるだけ結構得な気がします。最近流行ってますね、バイポッド装備。あと自分は、オートマトンはちょっと36倍より 2.5 の方が好きなんで、2.6 でやってます。で、ブリクセンはこんな感じ。まあ、ブリクセンは変わんないかな。いつも通りのアタッチメントとなってます。で、パークが、コールドブラッド、オーバーキルアンプ、投げナイフ、スティームと、まあ、いつも通りのやつとなってます。シーズン5で出た、レーザー銃 EX1 と新 SMG に関しては、レーザー銃は試して、ちょっとおうってなったんであれなんですけど、新 SMG は結構強いみたいなので、会場で騎士でちょっと使って動画作れればなって思います。ということで、下の方に移りたいなと思います。それではどうぞ。もうめっちゃあるじゃん。絶対やった方が1万円あって余裕があったら、アンチ読めるのもでかいからな。まあ確かに普通に強いわ。それだけでもでかいけどね。うん、もうアンチ、なんならアンチだけ読めるだけでも強い。今マトングラウ、H4 ブリクセン、画面用意しそうだもん俺今。なんだろうな、まあ、ビットレも強いね。上いる。このピンの高さいる。ここ頭上っすかそれ。いや、中段っすね。あ、死んだわ。オッケー。うぃー、スピードブースト。あー、自己層持ってる。ブルー没収です。あー、そっかそっか、そういうことできるんか。ということで、自分だけロード持ちない。裏設定ある。え、あー、いつ中に入ってるけど一回倒すか。あー、待って、あれパラシュートや。パラシュートしてまーす、彼。あ、待って、これは、あ、よかった。あ、しくじいたと思った今。待って、めっちゃいるここ。おお、お金、お金ちょうだい。ほい、俺やろうぜ。一人ワンショー。オッケー。で、左から別パケる。マジ？マインから、マインじゃない、パクトリー、ここ。あ、そこか。飛んできてるわ。ナイスな。だって、タマちゃん手伝って。うん。いや、核入った。ナイス。多分そいつだけマインから飛んできた。マインファクトリー。うん。赤と青どっち選んだの？左から来た。いや、どっちも選べるよ。やばい。おう。どこだ？ん？どこだ？ここら辺。ん？違う。岩？あ、岩だ。はい。弾が足んねんだけど。ごめん、左から抜かれた。なんだ、こっちの方から抜かれた。めっちゃ下だ、あれ。ここだ。こ
これまだダウンしてないよね、そこね。うん、車線は切れたと思うから、これはね、こうでも基本赤色の方しか俺は取ってないな。ブレこいつ、こそやばい、でもこれ、え、事故だこれ。いや、これ下からやるか。あ、ん、あ、なんかめっちゃ歩いてる。マトン強くない？待って、マトンめっちゃ強くない？もう1枚、いや、3枚いる。めちゃめちゃいる、めちゃめちゃいる。1枚割れた。車に控えて死んだ。スペシャリスト余りました。はい、スペシャリスト余りました。余ったとは使うよ、俺。え、強い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 。ちょっと待って、マトンめっちゃ強い。やばいっしょ。え、めっちゃ強いんだけど。あれ、なんでこんな強いんだ。こんな強かったっけ。強化は入ってないけどね。あれ、前の強化でこんな強かったっけ。エアの中で使えるようになったって感じだな。うーん、なんか記憶にないレベルで強いんだけど、これ。これで俺も見られてたら笑うわ。え、俺の右ね。危ねえ。ブリクセンはまだまだ強いね。なんか撃たれてる。あいつ戻ったわ。やったやったやった。やばい、なんか変なリンした。やべ、滑るのスピードブースト。よっしゃ、敵いると思うけど行きます。いるね。でぃー、おー、 You'll be in track by an enemy team.おお、すげえ、よくピックしてくるよこの人。好戦的だね。よく挑んできたな。ありがとうございます。おお、おお、ノー。うーん、全然使えねえと知ってんな俺。これ下から詰めてきてるやつが俺持ってきてんのか。このなんち綺麗な移動なんちゃな俺。やべ、ないと思うんち。はい、オッケー。上表記なんだわ。やべ、ダメだなこれ。数多い。バウンティーだから俺が。あ、どうも。え、なんかいっぱい降りてきたわ。ダメだ、見えねえ。アーマー巻いてなかった、危ねえ。死にかけてる、死にかけてる。やべー、あそこの上、戦闘機から降りたやついるわ。 V 出すね。ええー、ああ、びっくりした。ダウンしてた、さっき。 V 出しまーす。俺引いちゃおっかな。左、左か。やば、ええー、ちょっと待って、びっくりした。助けて。ああ、びっくりした。もう、橋音ない。いやー、弱えー、どっちも。強い。来い。え？あ、いや、右から。やべえ、撃ちた。一気に弱え。やめだ。よしよしよし、危ねえ。あぶねえ、これ。二十はなし。あ、もうこなんちゃったらどっちでもいいけどな。ここがすげえパーティー。ああ、なんかおる。なんかおるオッケー。手前だけ V に落ちてた。あ、いたいたいた。ここここ、逃げてる逃げてる。やばい、危ねえ、危ねえ危ねえ危ねえ。ナイス。読み通り、読み通り。いや、強そう。なんかまだ俺バレてねえな。これ上にいんのか下にいんのか。ん？ん？何したんだこれ。俺の方見てるわ。やっぱお前ら。オッケー。割れた。待って。体力ミリア。はいはい、次、はい次。はいはい、そいそい。こっちも、でもビッグゲームはないわ。2枚で見てるね。3回だ、これ。オッケー。3回オッケー。あ、屋上割れたよ。俺のこと気づいてそうだな。それ中。3回だね、あれ。やばいやばい、音やばい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 。いやー、タイミングで。これか。オッケー、ナイスロー。もう一枚ブラピンのとこいる。あれ、自己素や。いる。
えい。ナイス。怖わ。うわごめん。フラグ飛んできちゃった。階段みたいなとこで SR 待ってるな。上行ったの一人。一人下から登ってきてる。ガチピン。あとは上か。あと上だ。やべ。あ、入った中に。それ、あ、奥から奥からだ。取れない。エアストライク。あとなんかこっち側から割れてる、あれ。フルボッコもいいとこだね。待って、めっちゃいねえ、この中3枚おるんやけど。オッケー、俺エアストあるよ。エアストぶっこむ。ぶっこんだ。こっち来てる。もう一人も飛ぶぞ、これ。飛んでる飛んでる、二人。あともう一人じゃないそれ。あー、死んだぜ。邪魔の方に2パか3パぐらいはいるわ、多分。これ。いや、トラックカクカクだ。トラック。あ、もう俺の画面トラック瞬間移動しちゃって。もう遅いからだ。2台、ガウトした。うん。ハインショップ持ってる俺。けん？さっきトラックのこと撃ってたパーティーが逆にどこ行ったかなんだよね。買えるもん買ってほしいよ。いた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 。2枚以上いる、シェルさんの前。一人は落とした。いけ、角入った。あともう一人だね。同じ場所行ったよ、ほぼほぼ。了解。あ、いたわ。なんか箱裏で持ってたわ。オッケーオッケーオッケー。あとは、あと4。えー、出ておいでー。出ておいでって。映ってる、オッケー。レバー裏か。2枚こっち流れた。2枚いる、それ。あー、ここここ。右右右右。やったわ。ナイス。左？ナイス。あと1でーす。あと1。スクラー落とせたらもう楽や。え？右上だ。だよな。はい。さすがにダメか。あ、そっち？全然違う方見てた。あ、回れた。はい、ナイス。ナイス。よし。Trailing the loves in your mind and the loves in your head. Let me escape from this unloved.